今日のツイッターで選択対策は正解率 20% でなかなか難しかったようです。まあ、安全衛生法っていうことで、もう記憶の彼方っていう方も多かったでしょうし、まあ、そもそも葉っぱって何なんだっていう、まあ、レベルの話で、難しかったんではないかということですね。まあ、安全衛生教育っていうことで、まあ、危険性が高い順に、まあ、就業制限、特別教育で普通の安全衛生教育っていう風になっています。で、就業制限と特別教育に関しましては、まあ、数字系で言うと異常か未満かで分けられるということですね。で、葉っぱに関して言うと、まあ、ダイナマイトっていうことになるので、まあ、事業者が特別教育っていう形で教える程度で、いいもんではないということですね。お前ダイナマイトの使い方教えてやっから、こうやんだよ、分かったか、やってみろチュドーみたいな感じになっちゃうと困るって話で、まあ、ちゃんとですね、まあ、免許を受けたりとか登録講習を受けたりっていうですね、まあ、そういう就業制限業務に、まあ、該当するぞということです。で、特別教育に関しては法改正でやりますけども、チェーンソーとか電気自動車の整備とかが、まあ、追加されているので、まあ、ちょっと狙い目かなということで出題させてもらった次第でございます。まあ、深入りは禁物ですけども、まあ、サクッと抑えられるものは抑えておくって感じですかね。それでは以上です。